こんにちは、弓のハートの萩原です。そして今回もお隣ゲストが。こんにちは、中学3年の蓮太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回はシリーズは徐脈性の不整脈、脈が遅くなる病気なんですけども、まあ、その中に大きくこう原因として2つ病気があります。この2番目が動不全症候群という病気になります。動不全症候群、これも名前難しいかもしれませんけれども、まあ、多くの場合原因がですね、動房結節っていう、 こう心拍数を作る場所の機能が悪くなった結果、こう脈を作れないから遅くなっちゃう、まあ、それが動不全症候群になります。まあ、あとは脈は作れるんですけれども、動結節で作られた脈が下に伝わらない、心房に伝わらないっていうのもこの動不全症候群の一つになります。で、この脈が作られないとどういうふうになるか、まあ、これは症状ですね。これは脈が遅くなることによって起こる症状が書いてあります。まあ、結局脈が遅くなると十分に心臓から血液が送り出されないわけですね。だからまあ疲れやすい、疲労感とか、あとはやっぱり心臓から肺に血液が十分にいかないから息切れとか、頭に血がいかないとめまい、あとはこう目の前が真っ暗になる、眼前暗黒感とか、まあ、ひどいと失神、倒れちゃったり、こう痙攣したりとかですね、まあ、そういう症状が起こる場合があります。この眼前暗黒感って他にはどんな感じの症状？名前がちょっと難しいんですけど、まあ、目の前がこう真っ暗になるっていうのは、頭の神経に十分に血液がいかないから、それによってこう倒れそうになっちゃうやつですね。まあ、ある意味こう失神のちょっと前、前段階みたいな感じですね。前の血圧のお話でもしたことあるんですけれども、例えば朝礼で倒れちゃう人とか、お風呂上がって倒れちゃうような場合ってのも、あれは血圧が下がって頭に血がいかないんで、こう目の前が真っ暗になるとか、まあ、必ずしもこう徐脈だけではなくても、血圧が下がっても起こる場合があります。動不全症候群はあまりはっきりした原因がわからない場合が多いです。まあ、その中でもこう加齢に伴うもの、まあ、いわゆる年齢に伴う動結節の機能の低下とか、狭心症や心筋梗塞みたいな虚血性の心臓の病気、高血圧とか先天性の病気とか、心筋症って言って心臓の筋肉の病気とかですね、まあ、いろいろな病気で起こる場合があります。あとは稀にこの薬剤ですね、例えば高血圧の治療とか狭心症の治療では、脈をわざと遅くする薬ですね、アドレナリンをブロックする、抑制するような薬を使う場合があるので、まあ、そうすると薬によってこう脈が遅くなる、まあ、そういう場合もあります。で、動不全症候群っていうのの分類のお話をちょっとしていきます。こう大きく3つタイプがあります。まあ、1型、2型、3型っていう名前がついています。これが1型の動不全症候群っていう、これが典型的な心電図を示してあります。正常の脈が60から100ですから、心拍数が50未満になるのを徐脈って言いますけれども、まあ、その中でこの1型っていうのは、もう脈が規則正しく打ってるんですけれども、極端に遅い、心拍数が遅いことを1型って言います。まあ、この方の場合どれぐらいの心拍数かっていうと35ぐらいですね。だから脈が一定のリズムで遅いことがこの1型の特徴になります。前にもお話したスポーツマン心臓って言って、例えばマラソンランナーとか、そのテニスプレーヤーとかっていうのは、まあ、運動に体が慣れちゃってるから、もともと心拍数が順応するために遅くなっちゃってるんですね。ですから、そういう方でもこういうふうに心拍数が極端に遅くなって50未満の方っていうのはいらっしゃるわけですね。まあ、ただこれが病的に起こると、さっきお話したようないわゆる心不全、息切れとかの症状を起こすとか、めまいっていうのを起こす場合があります。その次2型ですね。まあ、2型っていうのは実は2つあって、1つはちょっと難しいですけれども、動結節の機能は正常なんですけれども、動結節で作られた脈が心房、その下に伝わらないために脈が遅くなる、心拍数が遅くなるっていうのがこの2型になります。これは別名動房ブロックっていう名前がついています。まあ、動房ブロックの場合ですと、これは
こう2倍ぐらい整数倍にこう脈が遅くなる、まあ、こういうのが2型の中の統合ブロックの特徴になります。まあ、いずれにしても脈が極端に遅くなるわけです。規則正しくなくてこう今まで例えば50とか60で打っていた心拍が突然こういうふうにサボっちゃう。心電図を見てもらうとどれぐらいサボってるかっていうと 5.5 秒ですよね。まあ、結局 5.5 秒間こう心臓が止まっちゃってるわけですね。そうするとどういうことが起こるかっていうと、まあ、極端な場合っていうのは頭に血がいかないからめまい、失神、痙攣とか、まあ、非常にこう重症な症状を起こすわけです。まあ、それが2型の特徴になります。で、3型っていうのはこれは徐脈頻脈症候群っていう名前がついてます。まあ、徐脈頻脈症候群ってどういう意味かっていうと徐脈、脈が遅いのと頻脈、脈が逆に速いのをこう繰り返すような不整脈ですね。まあ、それが典型的な患者さんがここに心電図を示してありますけども、まあ、これは今後こう不整脈のところでお話しますけども心房細動っていって脈が非常に速くなる不整脈になります。で脈が非常に速くなる不整脈が収まったと思ったらボーンとこう3秒ぐらい心臓が止まっちゃうわけですね。そうするとまあこういう患者さんはどういうことを訴えるか症状を言われるかっていうと急にこうドキドキしてドキドキが収まったと思ったらファーッとこうめまいがしてひどいと倒れちゃう。だから脈が速い動悸頻脈と遅くなる徐脈がこう繰り返して起こるような、まあ、そういうのを徐脈頻脈症候群っていいます。まあ、ということでこの2話では動不全症候群ですね、まあ、主には心拍を作る発電所の機能が悪くて脈を作れない、まあ、その結果脈が遅くなって息切れとか失神とかっていうのを起こすような病気についてお話をしました。ちょっと難しかったかもしれませんけどどうでした？デンタル君。私たちはこう自分の体の中のことを自分で知ることがうまくできないのでそういう些細な原因で急に倒れたりとか怖いことが起きるんだなと思って。そうですよね。なかなかこういうのってのは予兆がない場合もあってやはりこう健康診断検診とかで、まあ、心電図をまあ毎年取ってらっしゃると、まあ、極端に例えば脈が遅くなっていってるとか、まあ、そういうことも分かりますので、まあ、そういう意味でも非常にこう健康診断っていうのも大事ではないかと思います。ということで2話目は動不全症候群のお話をいたしました。まあ、ぜひ多くのチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。